ここはどこですか？ここは東京の四ツ谷。この場所はですね、まあ、忍者で有名というんですか、服部半蔵のお墓のあるところですね。服部半蔵が建てたですね、お寺で三円寺というところですね。服部半蔵正成がですね、自分の主人岡崎三郎信康の菩提を弔うために建てた。そして服部半蔵の法名というのがあるんですが、その名前を取って西念という西念寺ですね、寺の名前にしているということですね。それじゃあ、ね、服部半蔵のお墓がありますので、そこ行きましょうか。はい、ここがですね、服部半蔵正成、まあ、有名な忍者の頭であったね、正成のこのお墓ですね。半蔵っていうのはその家の中で出てくる通称名なんですよね。だから何人もおられるわけですよね。一番有名なのが伊賀組の頭になったこの服部半蔵正成が有名で、皆さんが服部半蔵というとこの方をイメージされているわけですね。で、実際は忍者であったかどうかというには疑問ではあるわけですね。むしろ戦国の武将徳川家康に仕えた鬼半蔵と言われた、まあ、言うなれば豪傑なわけですよね。で、槍を使うのが非常に巧みであったと言われるわけですね。で、この三人さんにはですね、服部半蔵が使ったと言われる槍がここに収められておりますね。こちらがですね、服部半蔵正成が使用したと伝えられている槍ですね。近江の槍というものですね。だから穂先が見ていただいたら分かりますけども、すごく長い、おそらく1メートル以上あったものですね。先はちょっと折れてるんですよね。これは実際はもっと先があったわけなんで、非常に長大な槍、こういうものを使ってた戦国時代の武将ですね、服部半蔵というのはね。だから忍者のイメージとは随分違うと。今残ってるこの全長ですよね、これがまあ2メートル60、70センチぐらいがあるということですよね。だから元はもっともっと長大ですね。この絵がもっとこの後ろにこうずっとあって、それがついてるわけですからね、ものすごい長いものだったというふうに想像できますね。かなりの大男だったってことですか？いやー、どうはわからないです。大男ではなかったんだとは思いますけどね。やっぱり昔の人っていうのは非常に力が強いのと、やっぱりの力を誇示するためにですね、そういう大きい武器を持ったということも大いに考えられるわけですね。実際実用っていうよりは、そういう誇示するっていう方が意味は強いかもわからないですね。ちなみにこの掛け軸ありますよね。これは徳川家康に仕えたですね、この重要な家臣16人を表しているんです。この中に服部半蔵が出てくるわけですね。描かれているわけです、服部半蔵もね。だからそれぐらいの有力な家康配下の戦国の武将であったということが事実ですね。もともと服部半蔵のこの正成って今有名なね、この槍を使ってた人、そのお父さんが伊賀の出身の方と言われてるわけですね。で、その方が徳川家康という当時のまあ戦国期の有力な大名に仕えるわけですね。で、そこで生まれた子供が服部半蔵正成という2代目のこの半蔵なんですね。で、その後ですね、その徳川家康がですね、将軍になるわけですよね。その時にその伊賀を越えた時の、まあ、命からがら逃げたと言われているんですが、その時の功績によってですね、伊賀組という忍びの者の組織を作ると、その時の頭にですね、その恩義を持って報いるということで、この服部半蔵正成がその差配の頭になったというふうに、まあ、伝えられているわけですね。なんで服部半蔵その忍者として認知されているんですか？もともとはね、やっぱりの伊賀組の頭でしょ。伊賀組を預かってたから、まあ、言うのは頭ですよね。頭とは書かないんだけど、預かるっていうことなんですけど、と伊賀者は忍者ということですよね、もともとね。で、後には鉄砲組なんですけど、元はまあ忍びの衆ですよね。忍びとしては有名ですよね。そんでその頭やから当然忍者だろうということでね、小説や漫画や映画でね、服部半蔵としての忍者として描かれるんですよね。で、そういうのが発端だというふうに思いますよね。
そうです。わからよ、こうやってね、散ってるでしょ。